くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ドラマ逃げ恥に出てた俳優さんと女優さん、結婚するんだって。へぇ、確か、15歳くらい年の差があったよな。そうなの。年の差婚。憧れちゃうわ。加藤茶さん夫妻が54歳差、市村正親さんと篠原涼子さん夫妻が24歳差。日本の芸能界も、年の差婚夫婦って多いよな。やっぱり年上の男性の包容力って素敵だもの。それじゃあそんな霊夢に、今回は世界のぶっ飛んだ年の差婚カップルを紹介するぜ。年上に憧れる女性が多いように、男性も若い女性が好きっていう人が多いんじゃないの？そんな通説をぶっ飛ばす夫婦がいる。アメリカ、テネシー州に住む、夫ゲイリー・ハードウィックさん、妻アルメダ・アレルさん夫妻は、妻の方が年上なんだ。姉さん女房ってやつね。可愛い年下男子も悪くないかもね。二人の年の差はなんと54歳。結婚当時、アルメダさんは71歳、ゲイリーさんは、なんと18歳になったばっかりだったんだ。親子家、孫とおばあちゃんくらい離れてるのね。なんでこの二人が結婚することになったの？二人の出会いは、なんと、アルメダさんの45歳の長男、ロバートさんのお葬式だった。ゲイリーさんは、ロバートさんの妻の甥だったんだ。息子さんのお葬式で出会ったの？アルメダさんの夫は、2013年に亡くなっていて、その後はアルメダさんは一人暮らしだったんだ。そんな時に、息子さんの死は辛かったでしょうね。悲しみに沈むアルメダさんを心から慰めたのがゲイリーさんだったんだ。二人は導かれるように恋に落ちたんだ。素敵、悲しみから救ってくれたのね。王子様みたい。うっとり。三週間後には、二人は恋人同士になっていた。結構スピーディーな展開なのね。そして、ゲイリーさんには、当時77歳の恋人がいたそうだ。は？まあ、アルメダさんと知り合ってすぐ破局したらしいがな。ゲイリーさん、おばあちゃんキラーなのね。そうらしいな。ゲイリーさんの初恋の相手も、かなり年上の学校の先生だったそうだ。今、二人はどうしてるの？現在は、アルメダさん所有の豪邸で二人暮らし。ラブラブだそうだぞ。いくつになっても、女性として愛されるなんて、ちょっと羨ましいかも。よし、では次に行こう。もう、ちょっとやそっとのことでは驚かない自信があるわ。それはどうかな。アフリカのソマリア、平均寿命は 57.4 歳と言われている。赤ちゃんの死亡率が高かったり、内戦もあったりするからかしら。そんなソマリアで、112歳の長寿の男性がいるんだ。日本の最高齢の方は118歳だから、そう考えるとすごいわよね。なんとその男性が、75年ぶりに再婚をしたんだ。112歳まで生きてたら、奥さんも、もしかしたら子供さんも亡くなってるかもしれないけど、この歳で再婚、それも75年ぶりなんて、ネットのニュースでも話題になったんだが、その再婚相手がまた驚きだったんだ。もう滅多なことでは驚かないわよ。112歳のアーメド・ムハメド・ドーレさんの妻はサフィア・アブダラさん。なんと17歳、年の差にして95歳。え？ほぼ一世紀差じゃない？ちなみに、男性の再婚回数はこれで6回になるそうだ。思考が追いつかないわ。男性は再婚するときにコメントを出しているんだが、妻は私の10倍若いが、私たちはお互いとても愛し合っている。私は、妻に、若い男にはできないような愛情を注ぐことができる。結婚生活は、年齢や見た目ではなく、愛と情熱によるものであり、結婚に年齢は関係ない。と、語ったそうだ。並大抵の包容力じゃなさそうね。それにしても、95歳差なんて、周りの人たちは反対しなかったのかしら？どうやら、アーメドさんの子供や孫にも勧められて今回の結婚を決意したらしい。結婚式も挙げたのよね？結婚式も盛大で、数百人の人が参加したらしい。すべてスケールが違うわね。次はアルゼンチン北部、サンタフェ市在住の夫婦だ。妻アデルファ・ボルペさん82歳、夫レイナルド・ワベッチェさん24歳。年の差58歳。58歳もすごいわよね。夫のレイナルドさんは、妻アデルファさんの友人の息子で、レイナルドさんが15歳の頃から一緒に暮らしていた、いわば育ての親らしい。いろんな経緯があって、結婚に繋がったんでしょうね。どの夫婦もそうだけど、この夫婦もすごく幸せそうね。そうだな。夫のレイナルドさんは、結婚当時、大喜びでこんなコメントを出している。彼女は僕のすべて。おばあちゃんであり、母であり、今日から妻にもなった。アデルファさんも、こんな可愛いところを好きになったのかも。年下も悪くないわね。二人は、リオデジャネイロに新婚旅行に出かけたり、幸せな日々を過ごしていたが、結婚から3週間後、なんと妻のアデルファさんが、脳出血を起こして亡くなってしまった。3週間でお別れなんて、切ないわ。でも、この3週間は、二人にとって最高に幸せな時間だったはずよね。
次に紹介するのは、インドネシア南スマトラ州に住む夫婦。妻、ムバガンブレンさん65歳と、夫のアルディワラスさん24歳。年の差は41歳だ。なんだか41歳差が、そんなにびっくりするようなことじゃない気がしてきたわ。驚くのはこれからだぜ。なんとこの二人、夫のアルディさんは妻ムバさんの養子、息子なんだ。年の差じゃなくて、二人の関係性にびっくりだわ。どういう経緯で親子から夫婦になったの？ムバさんは三人の子供を、養子として迎えていたんだ。三人とも大人になって、アルディさん以外は結婚した。ムバさんは、アルディさんにも、素敵な人を見つけて、結婚しなさいと勧めていたんだが、なんとアルディさんは、ムバさんと結婚したいとプロポーズしたんだ。日本では考えられないわね。日本の法律では、養子縁組をしたら、縁組を解消した後も結婚はできないんでしょ？そうだな。言葉だけじゃなくて、文化も法律もその国それぞれなんだな。二人は幸せに暮らしてるの？ああ。一部では、ムバさんの遺産目的ではないか、なんて誹謗中傷もあったようだが、今では周囲からも祝福されている幸せなカップルなんだそうだ。年上の女性の母性的な包容力。私もそっちを目指していこうかしら。こうやって見てくると、年下の男性も悪くないわよね。私の母性的な愛情で包んであげたい。まあ、年下って言っても程度があるけどな。次に紹介する夫婦は53歳差だぜ。53歳差ね。はいはい。妻はヘレン・シャバングさん、62歳。夫はサネレ・マシレラ君9歳だ。9歳？日本だったらまだ小学校3年生じゃない？まだ男子じゃない？そうだ。日本だったら結婚もできない年齢だがな。世界は広いな。ちなみに、結婚したいと言い出したのはサネレ君の方らしいぞ。どういう経緯で結婚することになったの？サネレ君のおじいちゃんが生前、自分が愛した女性のヘレンさんと結婚してほしいって遺言状を残していたんだ。遺言状？おじいちゃんの遺言状を見たサネレ君は、そんな遺言を残してもらった自分は、もう大人の男なんだと思ったそうだ。いやいや、子供だから。サネレ君は両親に相談したんだが、両親もおじいちゃんの願いならということで賛成した。サネレ君の両親は、結納金を用意して、ヘレンさんに結婚を申し込んだ。え？ご両親も賛成なんだ？ヘレンさんも最初は困惑していたそうだが、個人の願いを叶えるためならば、と結婚に同意したそうだ。遺言とはいえ、9歳男子と結婚なんてびっくりだわ。ちなみに、一夫多妻が認められている南アフリカだが、ヘレンさんにも夫と子供がいる。一夫多妻って、夫が被るのはありなの？詳しいことはわからないが、ヘレンさんの夫が特に問題ないって言ってるからいいんだろ。今回の結婚式は、サネレ君のおじいちゃんの遺言の通りにしたものだったから、婚姻届を出してもいないし、法的に結婚したというわけではないようだ。でも結納金を渡したり、盛大な結婚式を挙げたり、本格的よね。おじいちゃんの願いも叶えられて、みんな大満足らしいぞ。形式的なものにしても、なかなか熱烈なキスな気がするわね。今回は、世界の年の差婚を紹介したが、どうだった？思ってた年の差婚とははるかに違ったけど、本当の意味で、愛に年の差は関係ないんだなって思ったわ。そうだ。日本では10歳前後の差でも年の差婚って言うけど、世界では40歳差、50歳差なんてザラにあるんだぜ。年の差だけじゃなくて、夫婦の出会いのきっかけとか、関係性にも驚かされっぱなしだったわ。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。